はい、どうも、ごまみれです。まあ、タイトルの通り、っていうか、俺の動画はタイトルの通りにしか話しません。人のせいに、まあ、するなって話なんやけど、まあ、話聞けば当たり前のように感じるわけやねんか。ね、それくらい当たり前だよと。うん。でね、まあ、どうしても避けられん事実っていうのはあるわけで、これ、なんか話し方がすごい難しいんだけどね、なんで言えばいいのかね。やっぱ自分の人生だし、自分のね、頭の中だし、ね、意思決定機関というのは自分の中にあるわけだからさ、ね、例えば今日ね、お腹空いたから、カレーにしようか、ラーメンにしようか、うん。それを選ぶのはもちろん自分なわけであって。で、ね、最近この世の中ネットの時代になってくるとさ、やっぱ自分の意見を他人に頼って、うん。さも人の意見を自分の意見かのように扱う人間って本当に多いから、うん、驚くほど多いからさ、そういう人間にまあ総じて言えるのは、何でもかんでも人のせいにすんなって話なんよね。うん、結構多いのよ。なんか言い訳、なんか自分の都合が悪くなると、いやー、誰が、ね、あいつが、こいつが、世間が、ね、政治が、国が、なんじゃかんじゃで、いろんな言い訳を作るんやけどさ、いや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 、うん、お前やって。その中で生きとるのはお前だし、その中で選択しとるのはお前だし、うん、別にね、ね、なんかこのね、誰かに強制されてやっとるわけでもないしさ。うん、けど、本当にそういう人間が多い。シャレにならんくらい多い。うん、引くほど多い。だから、なんて言えばいいのかね。自分の行動ないし発言にはもちろん責任を持たなあかんし。うん、ね。もちろん、責任を持たなあかんしさ。ね。人がどれだけ言おうが結局決定するのは自分だからさ。そこをね、なんかその自分のせいに、自分のせいに、じゃあね、人のせいにすんなっていうと、じゃあ自分のせいにしろっていうのかっていうのもまた違ってさ、ここが面白い話よ。うん。人のせいにすんなイコール、じゃあ自分のせいなのかっていう、そういう極端な考えではなく、うん。まず一回ね、頭の中で自分に何ができたか、ね、何かミスをした、失敗をした、トラブルが起きたっていう時に、じゃあ自分に何ができたのか。例えばね、人になんか頼んでさ、お使いでも何でもいいわ。なんか人になんか頼み事をしてね、そいつがダメだった。例えばそうだな。じゃあ、そうだな。みんなでなんかキャンプするから、誰々さんは、あれ持ってきて、これ持ってきてって役割分担をしてね。例えば、そうだな。じゃあ、私が、A さんに、じゃあキャンプで必要だから、ね、バーベキュー用のお肉を、ね、人数分買ってきてくださいって頼んだとしよう。うん。そんな中で、例えばね、A さんが買ってくるのを忘れたと。うん。買ってくるのを忘れてしまって、ね、お肉のないバーベキューになってしまったと。じゃあその場合、もちろん悪いのは、ね、A さんだよ。けど、そこで A さんってね、問いただして、A さんと揉めて、ね、やったところで、ね、じゃあ、私は A さんを、ね、追い詰めたいのっていう話になってくるわけやんか。そこで揉めるたこと、揉めることによって、何の意味もないわけよ。1ミリも。うん。たった一つの何の意味もないわけ。そこで揉めてもしゃあない。A さんを問いただしても、お肉は出てくるわけじゃないしさ。うん。つまり俺が何が言いたいかっていうと、そんな中でね、自分が A さんのことをどれだけ知っとんのって話なんだよ。じゃあ A さんは物忘れが激しい人だってのを知っとってね、なんかうっかりさん、ね、うっかりさん、A さんがうっかりさんなのを知っとって、ね、念を押さずに、ね、私は A さんに対して物事を頼んだのかって話になってくるわねんか。私はできたよねって。うん。じゃあそのことを知らずに、ね、例えば、ね、A さんそんな人だって分からんかったとかさ。ね。実は、
ね、私とおるときはそのことなかったかもしれんけど、実際、ね、蓋開けてみたら、A さんってものすごいなんか物忘れが激しいっていうかね、忘れ物のすごいする人とか、そういう人だったっていうのが新しく分かったんだったら、あ、A さんってこういう人なんだな。じゃあ今後、なんか A さんとなんかするときは気をつけようとか、うん、そういう話になったりとかするわけやんか。うん。さすがですね。うん。あなたのことは覚えておきます。ね。そこで、ね、あの自分の中で納得できるわけやんか。うん。そしたら、ああ、じゃあこの今後 A さんになんか頼むときは、前日に念を押そうとかさ、ね、メモを書いたリストを渡すとかさ、ね。のはそこまで信用できんにやったら、もう自分が肉屋に段取りしとくから、受け取りだけお願いとかさ、ね。お肉屋さんに何日、私の名前で予約取ってあるからお肉って、それを取ってくるだけお願いみたいな。うん。それだったら、ね、自分をやることをやっとるわけやんか。うん。義務を果たしとるわけ。ね。私は段取りをした。けど、それでも A さんが忘れたんだったら、それはさすがに A さんのせいだよねって。いうことで、ね。A さんを問い詰めたとしても、それが別に悪口とか暴言とか、感情的なもんじゃなくって、理論詰めで、ね、できるわけよ。そしたら周りからしてもさ、ね、その第三者からしてもさ、ね、ただに私がね、A さんに対して、ね、怒っとる、文句を言っとるっていうのじゃなくって、こうこうこういう理由だから、ね、これ私のせいって話になるねか？うん、だから自分を守るためにも、ね、だし、うん、ね、自分に一体もしかしたら何かできたことがあったんじゃないかっていうのを一回考える、うん、一回だけ考える、まず自分に何かできたかな、うん、あ、でももしかしたら自分、あ、 A さんのことをうっかりやっても理解しとったのに、あ、なんか A さんに全て任せきりにしてしまったなって、うん、そしたらね、ほら、なんていうのかな、うまい例えが見つからんけどさ、ね、必ずこの人はここでミスするっていうのを分かっとったらさ、ね、そこをフォローできんかったらというかさ、まあ仕事できんのが分かっとってその人に仕事を押し付けるっていうのはさ、それはもう任命責任というかさ、押し付けた人間が悪いのか、当然ね。なんていうかな、いつも寝坊してね、時間をね、遅れてくる、ね、約束に遅れてくる人に対してさ、ね、時間通りに集合っていくら言ってもダメとかじゃなくてさ、じゃあそいつの遅れてくるやつに対しては1時間早くね、つけるとかね、連絡のスケジュールというか待ち合わせの時間を告げるとかさ、早い時間に私が起こしに行くとかさ、うん。やれることっていっぱいあるんだよね。けど、そういう思考を全部停止させて、大体の人って、いや、俺は悪くねえ、お前が悪いんだ、みたいな感じで、いらぬトラブルを生んでしまう。揉め事になってしまう、うん、そういうのってめちゃくちゃ多いんだよね、うん、それってさ悲しいぜ、うん、まあ A さんがねどうしようもないクズだったらさね、もう今後 A さんとも関わらんわって話になったらそこで切り捨ててもいいかもしれんけどさね、そうも言えん人間関係だけじゃないねか、だからね、まず自分の中で何かできることがあった。あったのか、うん、じゃない、うん、なんか自分の中でできることがあったんじゃないかっていうのを一回自問自答してみる。そこで、ね、あ、私にも落ち度があったなっていうことになったら、ね、100% の力で別に A さんを問いたらすってことはできなくなるわけか、うん、あ、私が A さんのことを理解してなかった。A さんダメな子やったなって、それは任命した私が悪いっていう、まあ簡単には見下しなんだけどさ、うん、ぶっちゃけて言ってしまうと相手のことを見下すって話になるんやけど、でもそうでもせんとね、余計なストレスってのがすごい溜まるからさ、人間誰しも気にしすぎで、うん、だからそこら辺は効率のよくね、取捨選択して、うん、だからまず俺もだってそうやもん、あ、こいつとはもうそもそも価値がっていうかもう反りが合わんから、じゃあ一緒に仕事すんのやめようとかさ、うん、あ、この人に言っても意味がないからお願い事は別の人間に頼もうとか、うん、俺がこいつに言ってもしゃあないから
俺が第三者を介して言ってもらうことに対して、例えばね、A 君が俺のことを見下しとると、けど A 君のミスを俺がどんだけね正論で問いただしても、 A 君は絶対に俺のことを見下しとるから返しにせんわけ、聞かんわけ。それだって無駄じゃん、怒っとる俺が無駄じゃん。で A 君はわーってやっぱ言ってくるわけよ。それでなんか揉め事になったらめんどくさいねか。けどそこでね、その A 君を信じた俺がバカだった、じゃあってなるとね、第三者の C さんくらいにね、その B 君のさ、じゃあ A 君か、 A 君のなんか先輩とかさ、上司とかさ、そういうところに、いやーこんなことがありましてねって言って、うん、まあその上司も分からず屋だったらあれなんだけど、ね、その上司経由でお前この前こういうミスしたんだってって話になったら、確かに卑怯かもしれんけど、それって A 君に対して一番ダメージが効く方法やねんか。うん、まあやり方はちょっと汚いかもしれんけど、でもこれくらいせんとね、世の中でやってけんって、うん、せめて自分が抱え込んでどうしようもなくなる。うん、確かに自分にできることも確かにあるかもしれんって。のをまず考える。そこで、いや、私はこれだけのことやったんだから、これ以上叱責されるね。これ以上責められる。私の責任に問われる筋合いはないぜっていうのをしっかりすることによって、自分の中でね、相手に対しても、第三者に対しても、自分の心に対しても、すごくね、なんか、抱え込まんで、やまんというかさ。うん。いや、自分はこれだけやることをやった。けど、ミスしたのは、A 君や。いや、私悪くないよ。以上。それに対してね、自分が何もできずに B 君って言ったら A 君だけのせいにして、ぐち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 言っててもさ、ね、しゃあないわけやからさ。うん。まあそんな感じでちょっとダラダラと話してしまいましたが、はい。まずは自分で考えよう。自分に何ができたことがあるんじゃないかっていう。言い方なんか行動なんかはわからんけどね。うん。そういうのって、すごい、人間関係において大事だなって思います。はい。以上、こまみれでした。